鬼族の姫、シュカの力があれば世界から空泣きウイルスを消すことができる。シュカの生まれ変わりである少女はその力の覚醒を急いでいた。鬼姫の力を復活させるために必要なのは5つの妖精剣。多くの困難を乗り越え、ついにその全てを手に入れた妖怪探偵団は、集めた妖精剣を天に掲げ、鬼姫復活の儀式を執り行った。だが、この儀式は空泣きの恐るべき罠であった。空泣きは自らの封印を解くために、鬼姫復活という真っ赤な嘘の伝承を広めたんだ。そうして、まんまと力を取り戻した空泣きは、瞬く間に巨大な姿となってよみがえる。立ち向かってきた閻魔様に邪悪な妖術を打ち放った。それは時を超え、あらゆる時代から閻魔という妖怪の存在を消し去ってしまうという、次元を超越する圧倒的パワーの妖術であった。第9章、永遠の友達。頼んだぞ。
おい。ありがとう。いいかな。あ、ねえ。お、はあ、なるほど。よし。不動明ボーイ。ありがとう。
おい。いや。ならん。待て。大王様。ぬらりよ。は。はい。何？ああ。なるほど。やった！ただし、なるほど。ああ、うん。おい。ああ、大王様。ぬらりよ。はい。さてな。もう。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。よし。
高見くん。ねえ、うん、おい、やりきった。
あ、よろしくな。坂見くん。ねえ。よし。やれやれ。ああ、よし。you
皆の者、すべての妖怪たちよ、ただし それではこれより閻魔舞踏会を開催する。やれやれ、いや、ああ、Yeah!
お前たち。ああ。申し訳ありません。ちょっと。行きましょう。
はあ。お前。くそ。愚かな。ふざけるな。いいか。ああ。さあ。Thank you.
ありがとう。ミス。まあ。よし。そんな。ああ。ああ。うん。よし。そうではない。大王。なんと。
しい。お前こしゃくな。どういうことだ。いつけ。そっか、俺もう死んでたんだ。そうか。でも、いや、忌ましい。妖怪を知恵るだ、ジンだ。共に戦う力を降臨、ゴッドサイド。やや、探偵だ。頑張ろう。俺が真の王だ。
かし。なあ。さあ、
イツキ。イツキ、何やってるんだよ。お前、絶対に戻るって言っただろ。最後まで負けんな。あれは、イツキなの？それとも…ふん、俺はイツキでもあり、シエンでもある存在。ヤシャエンマだ！イツキがエンマ？どういうことなの？シエンの中に眠る良き心ってやつが、イツキとしての俺の心と結びついたのさ。人と妖怪、二つの存在が一つになった。それが、今の俺だ！まだ武器を使えても、余計な真似をしよって。だが、エンマの魂が消滅すれば、貴様らに未来は変えられぬ。ヤシャエンマ、ここで消えてもらうぞ。さあ、空なき、奪われた魂も未来の平和も一切合切返してもらうぜ。ヤシャエンマ、参る。いつまでそこにいる？早く逃げるんだ。何言ってるんだイツキ。一緒に戦うに決まってるだろ。俺たちみんなで妖怪探偵団でしょ。力を合わせてあいつを倒そう。みんなの力を自らの力にか。エンマ大王の言葉通りってわけだ。よし、ここからはみんなで戦うぞ。妖怪探偵だ、行くぜ。Yeah.
ックをパチャロ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 ックをパチャソラナキに取り込まれた魂だ。恐怖や恨みから解放され、皆元の体へと戻る。妖怪探偵団よ、なんと礼を言うべきか。お前たちは人間の魂だけでなく、我が息子をも闇から救ってくれた。エンマを救うためにやってきたというお前たちの言葉、それは誠のものであったな。ああ、こいつらがいなければ俺は戻れなかった。それと、親父、すまなかった。あんたの言う真の王ってやつがどういうものか、俺はようやく分かった気がするよ。シーンよ、我が息子よ。イツキ、どうやらククリ姫に貸してもらった命を返す時が来たみたいだな。お前の魂は生まれ変わりの流れに取り込まれ、また新たな生を受けることになる。そんな、せっかく戻ってきたのに、一緒に桜本町に帰ろうよ、イツキ。悪いな。けど、姉ちゃんがあの町に戻ってきたんなら、俺はそれで十分だ。でも、もうお別れなんて。エンマになって未来を救うってお前らに約束したからな。イツキ、離れてても俺たちはずっと
友達だよな。ああ、俺たちは永遠に友達だ。未来で待ってるぜ。じゃあな、親友。妖怪探偵団よ、あの魂は今再び新たな生を受けるため旅立っていった。生まれ変わるまでにどれだけ年月がかかるかは誰にも知ることはできん。だがあの者はきっとお前たちの約束を果たすために戻ってくるだろう。大王様、支援よ、次に生まれる時こそ真の王になるのだぞ。イツキは絶対にここに来るよ。お前はきっと戻ってくる。そ、よう、久しぶりだな。ずいぶん待たせちまったな、親友。いや、お前にとっては一瞬だったか。いつき、なんだな。ああ、戻ってきたぜ。すごいでみずエンマ様大復活です。でも、いつきだけどエンマ様で、なんか混乱するにゃどっちでも好きな方で呼べばいいさ。お前たちが俺の魂を救ってくれたことを俺は忘れずにここまでやってきた。ありがとうな、妖怪探偵団。気にすんなって、俺たち友達だろ。ああ。そんな。ちくしょう。そうだな。